皆さんこんにちは、 DK 土屋圭一です。今回のカープライム特別編としまして、このような車をご紹介しようかなと思っております。そこではまずですね、あのような車でしょ、あのような車でご紹介しようかなと。そんなことあるわけねえだろう。スーパー GT 開幕戦を前にこの人をお呼びしたいと思います。ミスター GT 脇坂純一、よろしくお願いします。GT 開幕戦ですからね、やっぱこうミスター GT がいないと話が進まないと。ありがとうございます。ということで、マイカー、はい、スープラ今日乗ってきわさせていただきました、現行型ですよねこれ、はい、ね、で特別色、まあ、限定24台ですね。24台、マッドストリームグレーメタリック。なんで24台なの。24台です、ということで純一さんと2人で、この GT500 を戦っているこの3メーカー、この車をやっぱこう我々がね普段乗ってみてどういう車でレースをしているのかと、まあとんでもない中身はね、とんでもない車になってますけれども、街乗りでどうなのかっていうのをちょっとチェックしてみたいと思います。さあまず第1弾は、はい、ホンダ NSX 、ね、お久しぶりでございます。これ本当俺出た時にさ、はい、もう神戸で乗ったんだけど、うん、めっちゃいいね。いいですか。もう本当にワインディングって、うん、気持ちよくここを張り付いて走る、うんうん、やっぱスポーツカー気持ちよく走れるね。そう、なんかアクセルを開けたいハンドルを切りたいと思わす車じゃないとね、うん、そう、まあ、そういう形してますからね。だってこう3台並べてみてさ、一番高そうに見えるじゃない、うん、高いでしょ。高い、2500万ぐらい。2400万円です、うん、あすごいな、すごいんですけど、ちょっといいですか。いいよ。山本牧野お前だけどさ、かっこいいよね。かっこいいですね、うん、はい、かっこいい。もうシュッとしててさ、スーパーカーって感じや見た目が、うんうん、ね、なんかあの先代の NSX がちょっと近未来に行ったみたいな、うんうん、ところはありますけど。いやかっこいいよ。スーパー GT の舞台で見慣れてますけど、うん、それがこうやって形でロードカーになると、うん、またちょっと全然違う雰囲気になってくる。戦闘態勢みたいなさ、ええ、これはもうなんかこう品がいい感じ、うん、ね、なんかあのそれぞれね、スープラあって GTR あって NSX あってね、うん、まあ、レギュレーションもあってね、うん、クラス1規定があるから、うん、なんかちょっと全然個性が、うん、スーパー GT になると寄らないといけない、うん、寄っていくじゃないですか形が、うんうん、それがもう完全もう個性に3つに分かれるから。だけど速いじゃん、うん、速い。 FR になっても速いんだから、うん、あの FR は速いんですよ。速いよね。だから市販車も FR にしてもいいんじゃない、うん、なんでもうちょっと速くあれもねFR にせえへんかったから、うん、まあ意地だよね、うん、かっこいいよね、うん、やっぱこういう見せ方もありだよ、うん、ね、上手ですよ、うん、でも昔フェラーリがこうだったじゃん、うん、ね、もうエンジンを見せる。これあれですか、アメリカで作られてる感じ。そうそうそう、あだからその辺のセンスですよね、アメリカホンダの。そう、うん、シビックタイプ R はイギリスで作ってるし、うん、NSX はアメリカで作ってるの、うん、ね、もう今もうワールドワイドでね、うん、あの日本のメーカーやから日本で作るっていうことだけじゃないですもんね、うん、早かったの覚えてます。あ早いよ、うん、ちょっとやってみる。はい、お回します。どうぞ。なんかこう戦闘機のコックピットみたいな感じしない？うん、スポーツカーだね。あーいい音じゃない、はい、いやメーターも綺麗、うん、うん、なんかあのこう革の使い方もうまいよね、うん、センスありますね、うまいよ。スタイリングも完全な丸じゃないし、うん、そうメーターもかっこいい。これはこれでいいよ。街乗りめっちゃいいよ。昔はミッドシップで戦ってたわけじゃん、はいはい、ミッドシップハンディでウェイト積まれて、うん、だけど FR になってトヨタ日産と同じレギュレーションで戦うようになったらさ、最初から FR でよかったんじゃねっていう速さを出してきてるからね、うん、ホンダは。あの土屋圭一が鈴木アグリと共に初めて NSX に乗ったあの時どう感じましたですか。もう重捨てでさカウント当てられないんだからで俺はそういうもんだと思ってたの、うんうんね、もう94年から NSX のレースやってるから、はいはい、ルーマンで、はいはいはい、ルーマンのねあの行ったやつですね、うんうん、で鈴木アグリが乗って、うん、ね、今の時代に重捨てなんかどこのメーカーもないよって言われて、
世の中はそうなんだっていうね、うん、そこからパワーステがついて、そうですね、急遽もう開発しましたですよね。だから、あ、パワーステってこんな楽なんだって思ったよね、うんうん、でそこからやっぱりこうミッドシップからこういう四駆になったじゃない、うん、四駆になって俺神戸で試乗会行って、はい、乗った時にすげえ気持ちいい走り、うん、ビュンビュン曲がるわ、トルクはすげえわ、うん、まあ600馬力弱あるからさ、うん、まあ、当然パワーはあるわけだけど、だけど扱いやすいパワーだったね、うん、パワーあるだけだとね、足回りついてこないと、ただの恐怖の乗り物になりますからね、うんうん、これはね、ほんとしなやかな大人の GT カーっていう感じ。でもこの見てる景色が先代の NSX を感じさせますね。感じさせる、うん、この辺はね、これは多分こだわったんですかね、そのフェンダーの見え方とか、うんうんうん、ちょっと似てる気がします。似てるよね、いますね。だから視認性はいいんだよ、運転してて、うん、割とでかいんだけど運転しやすい、うん、じゃあ11さんに運転してもらいましょうかね。いいんですか。いいよ、やりましょう。どうぞどうぞ、よろしくお願いします、はい、これはもうスポーツカーですね、うん、スポーツカー、車を知らない子供たちも見る形ですね。うん。中も外もスポーツカー。ほう。ほうだよ、本当に。スポーツカーだよ。中も外もスポーツカー。時代はハイブリッドだね。なんかミラーがものすごく外に。うん。張り出してる。うん。視認性は。いい。うん、全然いい、うん。前もめっちゃ開放感ありますね。うん、ミラーも全然邪魔になる。そうそうそう、乗ってるとスポーツカーっていう感じではない。ほらいい、乗ってると普通車だよね。なんか後ろからの音が心地いいです。ミッドシップだからね。前が電動モーター。これ乗り心地いいよね。いいっすよね。うん。街中嫌じゃないです、うんうん。逆にいいぐらいです。そう。穏やか。いや、これ走り始めモーターですか。モーター。モーターからエンジンに切り替わるんですよ、うん、よくできてるよ、本当に。塚越晃大選手乗ってるんですよね、うん、あれマイカーにしてる。マンホールの抜けるところでも別に、うん、気にならない、全くなんないです、うん、なんかこの形のイメージとちょっと相反するものを運転してる、うん、ほらほらほら、うん、サスペンション動いてますね、ちゃんと動いてる動いてる。街乗りほんとめっちゃいいよ、これ乗り心地。ちょっと街中でカッコつける車ですね。そう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 、これ僕好きですね。うん、ワインディングめっちゃいいよ、ほんとに、うん、もう6個でちょっと買っとんだんだけど、すげえ張り付いてる。これで変に荷物乗せれるところがあったらもう普通の車として使えますね、うん、街乗り仕様最高ですね。そうなんだよね、後ろから音が聞こえるっていうのはいいね。なんか僕なんかはあの高田ドーム NSX 乗ってて、うん、速いけどピーキーな車っていうイメージ、ミッドシップのイメージ持ってますけど、ああ、うん、これそんなことないですね。これ穏やか、穏やかです、うん、どっちかというとサーキット仕様っていうか街中ワインディング仕様ですね、この車多分。ああそうだね、これでサーキットビュンビュン走ってる人なかなかいないんじゃないですか。いないね、いない。サーキットはね、ちょっと電子制御はきついな、うん、ああ賢いんだ、電子制御、うん、まあ、ちょっとこう強制的に、強制的に事故起こらないように、そう、抑え込むっていうか、じゃあ、軽一を解き放つにはちょっとトゥーマッチですね。そうだね、快適なスポーツカーだよ。アメリカで作った車っていうことですけど、他にホンダでアメリカで作った車あるんですか。わー、どうだろう、まあアコードだと日本とアメリカだと大きさも違うよね。はいはいはい、うん、だから逆輸入してるのはこの NSX ぐらいだよね、うん、いいトルクだよ。ということはこれ今は前だけで引っ張ってるだけ、うん、おなんかこのぐらいの乗り味やったら、うん、サーキット行ったらやっぱりちょっとしんどいのかなって思いますよね、うんうん、よしよし、ランボとかさ、フェラーリみたいにこう身構えなくていいね、うんうん、
あとはもう全然アパート、もう全然広い。室内の空間はスポーツカーなんですよ、うん、あの 超スポーツカーのいわゆるレイアウトなんですよ、うんうん、それでいてなんかこう普通にこう馴染めますよね、うん、そうだね。おお。でもなんかトルクの出方はやっぱり GTR の方がドーンと出る、ドーン出ますよね、うん、これはうーっと出る。だからあのアクセル開けてやめて開けてやめてするときにちょっとクラッチがこう繋いだり離したりしてるみたいなイメージあるじゃないですか、うん、あそこでうんとーんってひょっとしたら向こうは繋いでるのかもしれませんね。トルクもあるけれども、うんうんうん、ここはもうねモーターとあれとでこう、そうだね、じわーっとこう、うん、パワー的には似たようなもんなわけで600馬力弱で、うん、だけどトルクの出方がやっぱ違うよね。さっきのはなんか急にうんとドンってこうなんかシートに頭を打つようなイメージでしたけど、これはなんかシートにギューッと押し込んでくれるような、そう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 、そんな感じそんな感じ。おお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 おスポーツ、スポーツプラス、スポーツプラス、ノーマルがスポーツなんですね、うん、穏やか。システムはだってレジェンドと一緒だもんね、これ。うーん、同じ 4WD。 レジェンドって見ないですよね。見ない。僕昔好きでしたけどね、レジェンド。レジェンド、あの2ドアと4ドアあった頃のやつ。ああ、うん、それこそ本当に30年ぐらいの、うん、あのアコードワゴンがレッドマイカーがものすごく売れた時代ですよ。うーん、あのみんなステーションワゴンが入りだして、うんうんうん、あのレガシー、お金に余裕ある人はレガシーなんで、うん、それ持ってない人はアコードワゴン、うん、で僕らアコードワゴンを中古で買おうとしてもそこそこするから、それにちょっと経ったら、うん、中古のレジェンドの2ドアのクーペが買えるって言って、うん、そんな時代でした。なるほどね。面白いですね。サーキット行って持って行ったらもう全くまた違うコメントになるんですもんね、うん、車ってね。そう、ワインディング走らせたらすげえいい車なのにさ、うん、サーキット走ったらもうなんかこんなになる、うん、だから何を求めてどこに一番フィーリングを合わすかによっても違いますよね、うん、で車を変えた時に速なったとか足が良なったとかって絶対言うじゃないですか、うん、そうじゃなくね、内装ゆっくり走ってる時の、うん、ね、その居住性、うん、運転性の方が、運転性のねこう乗り心地が良くなったとかっていいですけど、うん、でもこういう車速くなった速くなったって言うから、そう変わりますよね、イメージ。ほんとそうだよ。ほんとこう視認性とか視界とかが、ね、運転しやすい車で、いや超いいですよ。そう、本当運転しやすい。このキラーは全く気にならないです ね。そう。だからそういうことを一番大切にしてる人が設計したのかなっていうイメージを持ってます。うんうん。本当にスーパーカーだってこうなんか身構える必要がない、うん、乗ってて。それこそね、普通の奥様方でも運転してても違和感ないでしょうね。うん。まあでも NSX 乗ってる女の子いたらちょっと注目。いや、めっちゃかっこいい。かっこいいですよね。めっちゃかっこいい。なんで乗ってんですかって言われて、スポーツカー好きだからとかで、かっこいいですよね、うん、かっこいいよ、めっちゃかっこいいよ。シルビア86でもかっこいいもん、女の子が乗ってたら、うんうん、おしゃれにね。そうそうそう。でも2400万円出してこういう車を求める人にはちょっと大人しすぎるのかもしれませんね。そうなんだよね。もうちょっと尖ってもいいのかもしれません。そう、2500万って言ったらもうポルシェでもフェラーリでもランボルギーニでも買えるじゃん、マクラーレンでもさ、うん、もうちょっとこうそこで勝負してほしくなかったな、うん、いい車だ。確かにね、うん、本当にいい車だ。さあ続いては日産 GTR、 はい、2007年からですよ、うん、ね、ずっと進化を続けて、はい、今2021年。でもそういった意味でこう毎回こんな細かく進化していくんですか、この車。本当俺毎年乗ってんの、うん、そのようやく日産に俺も認められたのかどうか分かんないんだけど、まあ、田村さんが認めてると思いますよ。田村さんが俺を認めてくれて、
出るたんびにその新車を乗せてくれるから、うん、2007年から2009年、うん、でそこからずっと少しずつ田村さんがやってきて、まあ、田村さん職人ですから、ね、職人職人職人同士でそこは気が合うんちゃいますか。だから初めて日産に認められたかなそれから乗せてくれるようになって、はあ、やっぱねあの人のやってることって、うん、目には見えないんだよ、まあ、少しずつ顔も変わってんの、うん、だけど中身をどん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 少しずつも中身をやってるわけ。なんかクロート受けすることを求められてそうなイメージです、うん、僕そう、はい、だから本当なんかここに接着剤使ったりここにカーボン入れたりっていう、うん、外観では分かんないことをやってる、うん、でそれで少しずつ毎年進化していってこの2021年バージョン、うん、これはプレミアムエディションかな。だからちょっと高いんですよ、うんうん、おいくらですか。1,232,900円そこまでよくよく見えましただからなんだかんだで、はい、なんだかんだでまあ1,400〜1,500万はいくんだけど、うん、それなりにやっぱり2021年の仕上がりになってますよ、うん、なんか僕 GTR って言うとやっぱ32のイメージがあって、うんうん、車両本体450万円ぐらいだと思うんですよね、うん、そこからするとやっぱドン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 、これも仕方ないですかね。まあ、だから323334ってずっと500万ぐらいのところで我々もちょっと無理すれば買えるかなっていうね、普通の一般人でも、うん、だけどやっぱこう35になってから888万円から始まってやっぱり1000万2000万っていう、ニスモ GTR なんかはやっぱり2700万ぐらいするのかな、2500万ぐらい、だからやっぱりそれなりのことはやってるわけよ。その中身を見るとまあしょうがねえなこの値段はっていう、うん、だからそういう進化の仕方を田村さんはしてるね、うんうん、でやっぱ僕なんかは GTR で一番見るのはやっぱ GT 選手権の、うんうんね、GTR ですけど、そういったのからロードカーになると、うん、あこういう感じなんだっていう雰囲気、なんか大きな箱が走ってるイメージ、うん、でかいね、道で見るとでかい、もうひときわ大きさで分かる車、この大きさがスポーツカーとしてね、うん、走るっていうのすごいなっていうような感覚は持ってます。いやこれはもうほんとさ、32の頃から受け継いでる4駆システム、うん、だからもう完成されてるよね、はあ、もう FR ベースの4駆なわけよ、うん、リアが滑り出してきて、うん、アクセルを入れると前も動き出して4駆になるっていうさ、だから FR 感覚で走れる4駆、憧れたな。土屋圭一が32で峠でドリフトして、なんか普通のドリフトとは違う動きがするのが、これが GTR の動きなんだっていうのを土屋さんのドリフトで見てましたよ。よく捕まった長野から東京まで何分でしたっけまあいえ今は横を見てみよう、ね、横をね、まあサイドはそんなに変わんないよねだからサイドステップがちょっと形が変わったのかな、ね、うん、でローターキャリパーもでかくなったのかな、うん、みたいな、うんうん、変わんないねなんで横来たの後ろ見ようよ、後ろ後ろ行きましょうね。出た当初から比べたらもう全然変わってるよ、こういうところも、うん、マフラーの買ったらでかい、でかいだけど、うん、こういうのにしてもこういうのにしても俺らパッと見で分かんないところを日産はやってるわけよ毎年。だからそれはもうこの車をもう穴ぐらいまで見れるぐらいの好きな人が見て、おっって思うようなところに手を加えてるってことです。そう、走りは変わっていくんですか。変わってる。だって2007年8年9年ぐらいって俺がホットバージョンで乗った時ってこんな足の硬い車のあとこう わだちで高速なので早きゃいいだろっていう考え方、うん、その当時って、うんうん、だから普段乗りがすごくなんか飯食った後乗りたくない。あのニュルをものすごく意識してこういう世界中のスポーツカー作ってたじゃないですか、うん、そう、ちょっとやっぱりね普段乗りには硬くない。まあニュルでも硬すぎたら乗れないはずですけどね。なんだろうね、だから本当になんだろう、うん、言い方は悪いんだけどホンダのタイプ R、うん、とこう35 GTR って同じなんかこう、うん、言い方悪いんだよ、ルートを辿ってきてるみたいな、うん、なんか飯食った後乗りたくないなって、うんうんうん、そういうさ、だけど速いっていう、うん、だからこの2007年8年って9年ってさ、世界中がニュルでテストをして、うんうん、何分何秒っていうものが目標だったよね、うん、でも今は日産も変わって、うん、もうその速さは維持しながらしなやかさだとか扱いやすさ不快感を取っていって、なんかねアクセルオフだとかそういうので反応するようになったの車が、うん、
硬いっていうのはなんかこう僕の中でねスポーツドライビングする妥協なイメージがあって、うん、でそれを突き詰めた後にそのしなやかさっていうのがさらに進化として出てくる、まあ、こういうイヤーモデルでしょスポーツカーって、うんうん、そういう意味ではその進化がしなやかさ、うん、全てがこうどこどこのサーキット何分っていうタイムで測りたくなるんですけどね、うんうん、あの視聴者とかファンの人たちでもそうじゃなしにオーナーだけが気づけるしなやかさっていうのも進化に入ってきてんのかなとはちょっと僕想像を外から見てて思ってます。いやだからこの頃の、うん、まあ言い方は悪いけど前のはタイムは出るんだけど面白さがない、うん、そのアクセルオフでもブレーキ残しても向きも変わらない自分の走り方に対して反応しない機械が曲げます、うんうん、でこの頃の GTR35 GTR って、うん、アクセルオフとかブレーキ残すとかちょんぶれで車が あなた曲げたいんですね、うん、分かりましたじゃあ私も曲げましょうってそこにあの制御が入るんですかまたその電気制御がこっちの意思が伝わる誰が乗って AI なんか乗ってるみたいな AI ねいやだからなんかね好きになってきたほう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 この頃の 35GTR って、うん、なんかこうあ俺の思ってることがここで曲げたいんだっていう思いが伝わっているのかな、うん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 、だからなんだろう人間の感性に近づいてきてるね、うん、だからそこがやっぱりその 35GTR の完成度の高さじゃない、うん、昔のアナログチックな扱い方もできる最新の車になってきたってことと思う楽しみです乗せてくださいまあじゃあちょっと室内乗ってみて僕こっちから乗っていいんですかいいよプレミアムエディションだからちょっと豪華バージョンなわけあなんかシートも、うん、豪華な革だしカーボンだらけじゃないですかまあこれはまあ普通なんだけどこれ普通なんですか、うん、カーボンはねただやっぱりこういうところに革を使って豪華にしてるプレミアムバージョンここにサイドブレーキ最近では珍しいですこれがミソよこれこれ土屋圭一のためだけにこれがあのねね、田村さん土屋圭一のためここにサイドブレーキがないと土屋圭一がやかましいからここにサイドブレーキをつけておいて田村さんがここに重要なんだってなんでですかじゃあいいね、はい、こういう普通の電子パーキング、はい、雪道雨の日、はいね、砂混じりの道路、うんうん、あーってアンダー出た時に、うん、ぶつかるまで何もできない、うん、でもサイドブレーキがあると、うん、あーってぶつかる手前で、うん、サイドブレーキ引くと、うん横からぶつかるようになる、はいね、ラジエーターはぶつかんない、うん、横からぶつければ塔はぐるってもうちには帰れるわけちょっと待ってくださいそのあーってなってる瞬間あの軍災とかでもあーなってる瞬間松江から行ったらラジエーターやってしまうから横から行ったら塔が来るってなんとか帰れるからと思いながらこれ土屋圭一は触ってるんですか知ってた土屋圭一のサイドブレーキあれやってるやんこうやってあやってるやんね、あの瞬間に土屋圭一は、前からぶつかるとラジエーターが壊れてこれはもう家に帰れなくから横からぶつかることによって塔が狂うだけやからなんとか家に帰れるぐらいのこと思ってんやで、ね、すごいわやっぱスーパースターやわ違うないやだから、日産が偉いのはそういうところよ、うん、違うと思いますよこれここにもうサイドブレーキつけとかないと土屋圭一がやかましいから言って田村さんがここに土屋圭一のためにサイドブレーキをつけとかって言ってるこれ重要なのサイドブレーキいやでも今ねこうやって10回ぐらい引いてますけど馴染んできたここにはサイドブレーキが欲しくなったそうだろ、ええ、あの電子パーキングってのはね何の役にも立たないもんピュッとやったらそう止まるだけ、はい、これは最後のあがきができるっていうことだからスポーツカーである以上ここにこれ置いといてほしいってことですよねそう、分かるような気がしてきましたですけどいや絶対的に最後の最後でサイドは役に立つの、うんうんうん、うわーってぶつかるときに前からぶつかったら本当帰れなくなるからね、うんうんうん、だけどそれをなんで帰れなくなるんですかラジエーターから水吹いちゃうから、ええ、だったらサイド引けば、うん、横からぶつかるか後ろからぶつかるか、うん、そこでこんなになりながらも帰れるじゃん聞いた土屋圭一はうわーなってる瞬間にこのまま前からぶつかってたらラジエーターが行って帰れなくなるからそのままサイドブレーキ引いて横から引いたら塔が狂うだけでこれはなんとか家へ帰れると思ってんねやって土屋圭一すごいなさっき言っただろそれいやこれ2回使ってくれるかどうかもう編集の方の味付け次第でじゃあ、ええ、サイドブレーキ使うようなところに走りに行こうか我々ええ年やのにまたこんな使うところに行く行きましょうか、はい、すいません日産の候補さんちょっとだけ借ります行きましょう先生は純一君と行ってきます行ってきます何今のここっていい音じゃん、うん、ちょっとレーシングですねレーシングいい音だよ
なんかこのカチャ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 っていうのがいいね、うん、いいね、うん、これ多分ね、うん、わざと撮ってないですよね、うん、本来ちょっと撮りたくなるじゃないですか、これ撮ってないですよね、うん、カチャカチャカチャいいね、うん、NSX とは全く違う、違う、ちょっと視点は高いですけど、うん、ここが高いんだよね、うん、NSX に比べるとね、安心感がある、守ってくれそう、うんうん、何かあった時に守ってくれそう、うん、だからもう前から当たる時にうーわーラジエーター行ったらまずいからサイドブレーキして横からって思ってる時にでも前やったらこのぐらいの高さがあるから大丈夫とか思いそうすいません行ってきます、さあ行ってきます、もう全然さ足が硬くないじゃん、これが今時の 35GTR 車重重いですもんね、お重い重い、そう、しなやかだよ、今そこアスファルト結構荒れてたんですね、うん、普通もっとガン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 、そう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 、快適だよね乗り心地は、うん、普通にね、はい、あのいい意味で、そうゴツゴツしない、普通に乗れてます、うん、いや本当にこの頃の 35GTR って普段乗りが快適、うん、うん、だから女の子に嫌がられないよね、これアクセルをこうポンと乗せた時にこうフッとつながるじゃないですか、うん、ちょっとあのタイミングがあって、これは何なんですか、うん、トルコンクラッチ、何何ですか、これクラッチなのかな、うん、まあクラッチだろうね、これも多分取ってないんでしょうねわざと、うん、こうなんかクラッチをハンクラからトントンってつないだみたいな味付けを残してるのかな、うんうん、もう速さ的にはもう全然世界のさスーパーカーと太刀打ちできるから、うんうん、だからここのとこ何年かやってるのは田村さんがより人間の感性に近い動きをするようにしてるよね、うん、なんか出てすぐは機械ロボットっていうイメージ僕の中でありました、うん、そう、もう速さだけを追求した、お、これが有名な雷モータースだ、そうですね、ここは有名な雷モータース万道でございます、レーシングプロレスと万道でございます、小野神社の前にあります、そうですね、なんか無駄にアクセル踏みたくなりますね、そうなんだよ、ほんとトルクは気持ちいいよこの車、うん、普通にバンド後ろに乗ってますからねまさか文句言わないじゃん、だって後ろで結構乗り心地がいいのってなかなかないっすよ、ないよね、いやこれが 35GTR の進化だよね、うーん、ただ速さだけを追求したあの2007年8年9年から、はい、どん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 やっぱりこういう乗り心地人間に対して優しくなった、うん、リセールスバリューどうなんですか、うわ世界中で売れてるでしょ、あ、うん、これはもうほんと世界中で売れてる、だって世界のスーパーカーと比較したらやっぱり2000万以上でしょ、うん、これはだって1200万で買えるもん、うん、だから買って売る時も値段下がらないからいいってことですね、うん、いやコスパ最高でしょこれ、この速さと快適性があって、うん、まあ、窮屈だけど4人乗れて、うん、1200万ってさすごく良くない、うん、サーキットでも楽しんでおられる方多いから、うん、それにも応えるってことですよね、まあニスモ GTR だとね2500万ぐらいするけどさ、うん、やっぱりこういうノーマルでも十分だよ、うん、十分いい車、毎年毎年1個ずつこうイヤーモデルでちょっとずつこう進化してるところすごいですよね、形もそんなに変わらない、そう外観じゃないんだよね、はい、中身をさもうそのカーボン使ったり接着剤使ったりっていろんなことしてる、中身がどんどん進化してる、そこがねすごいね、まあ、GTR って言ったら僕からしたらねもう本当にこう手強いライバルというイメージですけど、うん、なんかものすごくポリシーみたいなもん感じますね、そうだね、だけどこの四駆システムはすごいと思うよ、うん、本当にもう 32GTR から始まってんだけどね、うん、この進化ってすごいよこの四駆システム、困った時だけ助けてくれるんですもんね、そうフロントの駆動がね、そうリアが滑り出した時から四駆が始まるっていうさ、すげえよこの考え方も、うん、だからもう32からすごい進化して完成形がこの 35GTR の四駆システムじゃない、うん、乗り心地としては11号のあのスープラとどうなの、まあ似たようなもん、うん、まあ、こんな感じ、ちょっと重たい気はします、あこっちの方が、はい、でハンドルのフィーリング、うん、ファーステの感じもやっぱり重たいものを
扱ってるから、あのパーセなかったとしたらかなり重たいんだろうな、それをパーセでね、アシストしてくれてるなっていう感じはありますけど、うん、まあこれの車だけに乗ってたら別に違和感ないですし、うんうん、その車の重たさは車のそのハンドルとかね、うん、そのちょっとした動きでは感じますけど、それをもう全然カバーするトルクがあるので、うん、車って結局パワーウェイトレシオであったりとか、うん、そのパワーの出方とステアリングのフィーリングが合うか合わないか、うんうん、でいい車、そうじゃない車って出てて、うん、昔からある名車がね、あの本来レースを走らそうとするならば、うん、四輪バランスが合ってる車、うん、でウェイトパワーレーションが合ってる車ってなってくるんですけど、うん、昔からのこの名車がね、あの出来が良かったかって言ったらそうじゃなくて、うんうんうん、出来が悪くても、うん、たくさんの人たちに愛されたら車がいわゆる名車じゃないですか、うん、そういう意味では個性っていうのがあってといいと思うんですよね、うんうん、だからものすごくこの車のその個性がね、最初はこう3、5として出てきて、うん、で硬いであるとかいろいろあったやつをどん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 その個性をね伸ばしていきながらも、うん、残しながらも、うん、進化してるんだなっていうのがよくわかる、うん、いやでも本当すごいわ。でもすごいですね、土屋圭一にそこまで、うん、そこまでうおー言わすってなかなか。いややっぱり俺の場合ほら32GTR から乗ってるからさ、323334って、うん、だからもうほんとじゃじゃ馬な四駆、うんうん、ね、暴れまくる FR ベースの四駆だったのが、うん、3号になってなんかもうサラブレッドになった四駆って感じ。もう3233ってさ、34って暴れまくる四駆よ、うん、はい、それをネジ伏せる喜びで出ます。そうそうそう、そこが味だったね。この車はいやね、もちろん行動ですからそれできませんけど、うん、その辺を軽々く暴れをコントロールできるんですか？これは暴れない。暴れないんだ。もうほんとなんか電子制御がすげえ頭いいから、うん、こう暴れなくなったね、うん、まあそこが323334の魅力だったけどね。なんかあれですね、その領域ってここで僕やったら怒られますからまあ、どっかのタイミングでね、サーキットがなんか広いところで、うん、袖ヶ浦でも行ってね、乗ってみたいですけどね、うん、だから3号はもうほんと速さを突き詰めた車だね、うん、その2007年に出た時は、うん、もう速さだけで世界一を取るっていうさ、味がなかったんだよ、うん、でも今のこの3号 GTR って味がある、うん、無機質なものが魂を持ったイメージですか。ただ速いでしょっていう、あの2007年の時のもうあのインプレッションで乗った時にさ、筑波サーキットでもさ、速いって、もうタイム見ても速いんだけど、だけどじゃあ5周10周乗るかっていうと、いやもうごちそうさま、うんうん、はい分かりましたよね、はいはい、そう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 っていう感じですね。でこの頃の3号 GTR って、あそこで俺がミスったけど、あれミスんなかったら絶対このタイム出たなっていう味がある、うんうん、その味付けをしたのが田村さんだよね、うん、速さだけを追求したのが水野さん、うん、そこにこう味をつけたのが田村さん、うん、水野さん田村さんって普通に出てくる名前ですけど、うん、そういうすごい人たちが作ったんですね。そう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 、知ってますかねこれ見てる人、田村さん水野さんね、え、うん、水野春夫さんと田村正和さんでしたっけ3号 GTR 買う人は田村さんのこと知ってますもんね。知ってる、神様だもんね、うんうん、そうだね、なかなかないじゃないですか、うん、そのメーカーの開発者の名前まで知ってっていう、うんうん、そうだね。だから3号 GTR 信者の人たちは本当にそのイヤーモデルで、俺のはこういうとこが良さがあるって言って、でも次の年はこういうとこがいいってなると繰り返する人も多いと思うんですよね、うん、そう、うん、本当にそう。17年から18年、18年から19年とか、うん、でみんなその年の良さをみんな知ってて、うん、でやっぱ一番新しいのが一番いいっていうのを知ってるんで、うん、だからそのリスペクト度合いがすごいですよね。最新版のものがいいっていうのはやっぱみんな詳しくて知ってて。そうだね。でもそのね、最後に出たやつが一番ええってファンの人たちは分かってるけれども、うん、その車それぞれに問題点っていうか、うん、そのね、なんていうのかな、気になる場所があって、うん、そこを気にしながらも愛すっていう
持ち方もスポーツカーできるからいいですよね。そうだね、あの全てが最新やから、うんね、それっていうことじゃなく、だってさ昔の323334GTR ってサーキット50走れなかったからね、うん、もう温度上がっちゃう、弱上がっちゃう、ブレーキ効かなくなる、うん、35GTR5 周でも10周でも走れるからね。おお今リアルに撮れましたね。バッチバッチバッチ法定速度で50キロ以内、うん、そうです、ね、そう、ちょっとダイレクトすぎますね、これ一速が一速ダイレクトすぎる。いやいや、そのぐらいトルクがあるんですよ。そうなんか全然違う車になる自分が乗ってる時と、うんうん、マニュアルモードで、うん、土屋圭一バージョンだと、うん、土屋圭一になるとやっぱ車が全然違うようになってくる。法定速度以内で楽しむっていうバッチリね、バッチリ多分一発目の動画はもうリプレイしてもいいぐらいな、ね、感じでしたね。あっ本当だよねいい映画撮れた絶対、うん、最高でした。おいシルビア GTR やぞおいシルビアも高えよな。おい分かってるかお前、ここに土屋圭一やぞお前びっくりしたじゃないですか、ね、土屋圭一やぞ1号いいなシルビアね、綺麗ですねこれ、うん、綺麗。やっぱノーマルは綺麗だよ。そうなんですよね、古い車のノーマルって綺麗ですよね。綺麗、ほんと綺麗。でもその時代にそのノーマルやとちょっと物足りないからなんか触りたくなるけど、うん、そう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 、あの時代がね過ぎてするとやっぱりノーマルの車綺麗よね、うん、ただなぜかその時にノーマルの部品を探すとなかったりするんですよね。この前 34GTR のノーマルの椅子がオークションに出てて、うん、2脚で落札が95万でした。探してるんですよ、ノーマルに戻し、綺麗なノーマルに戻したいって言ってたけど、うん、ハザード間違えるわ、もう正直間違えるじゃあ毎日こう会社に乗ったり本社に乗ったりしてるから、まあね、わかりますわかります。タイヤ4本で60万だからね。あでもこの3号 GTR のタイヤの開発もすごいんですよね。ダンロップね、はい、ほんとすごいよね。これ助手席も乗り心地いいんですか。いいよね、うん、全然普通にいいよ。普通に乗れる、うん、全然いい、快適。後ろにバンド乗ってますから、ちょっと膝だけちょっと前に当たっておりますけれども、うん、いや後ろはなんか背高い人はちょっとあるかもしれないけど、うん、乗り心地はすごいですよ。いいよね、はい、いやだから中学生ぐらいまでだったら、うん、160センチ以下だったら後ろ普通に乗れるよ、うん、そうですね、うん。楽しいだろ。いやでも早いですね、でもほんまに早いよ。もうこのトルクは本当魅力よ。うん、本当いいトルクだよこれ。なんか昔3人をね、うん、マフラー変えたりコンピューター変えたりしたらスカスカになって、うんうんうん、全然立ち上がらへんかったイメージありますけど。そう、あの RB26 は、うん、そうパワー上げれば上げるほど下がなくなるから、うん、やっぱ、ま、みんなでかいタービンつけるわけよ、はい、そうするともう下がない、スカスカで。これ全然違いますよね。これは下からトルクがある、うん、逆にうわーんとかになくなりましたね。ないないない。ノーマルで600馬力弱だからね、うん、1000万で580馬力が手に入るんだもん、うん、そう考えたらすごくない、うん、ね。それがやっぱすごいと思うな。日本から GTR とタイプ R はなくなっちゃいけないよ、うん、日本のお家芸。タイプ R も乗りやすいんですか。タイプ R もまあ乗りやすいね。シートなんかしんどないですかあれ、まあ、ちょっとね、うん、NSX もアメリカだし、シビックタイプ R もイギリスだし、うん、日本人が作ってほしいよね。まあ普通の車として乗れます。乗れる、うん、うん、しかもあんなトルクがあって、そう、普通にオートマでも快適、快適な乗用車。マスは今のところのあの雷モータースってもう何年ぐらい、はい、あそこは20年ぐらいですかね。その前に中春の隣にあったのが、そう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 、うん、あそこはもう30何年なんですけど、うん、
今あっちのやつを御殿場に全部移しちゃったんで。ああそっか、はい、俺中春の横にあった頃行ってたもん。ああ本当ですか。うん、もうちょうど織戸さんが30歳で辞めてるじゃないですか、うん、バンド紹介を、うん、織戸さんが辞める時にこっち側にちょっと人数が多くなったんで、はい、移ったというか両方持ってて。ああそっか、はい、へえ、なるほどね。で GT は御殿場でやってて、あの陽一のアルテッツァワンメイクとか、うんうんうん、あと86ワンメイクはずっともうあの中原の隣でやってたんですけど、うんうん、だんだん GT の方が忙しくなって、うん、じゃああっちに工場を移そうと、水車行く。あ、そうなんだ、はい、次はまたちょっとでっかいの建てようと思ってて。あ、そう、はい、マジか、はい、500坪ぐらいの。マジか、はい、ぜひ。え、どこへ。いや、富士スピードウェイの中に。あ、そういうことか、はい、はあ、すげえな、大躍進だ。なあ、親父にできなかったことをマサがやってんだもんな。まあでもね、親父に名前がないとここまで今日だってここに座ってないかもしれないですしいやだけどさ、親父があんなに頑張ってもできなかったことをマサはやってるもんな。お、あの有名な雷ボートスだ。おお、雷さん。うん、雷さん。あの裏にもう一個あって、うん、うん、レーシングカーが閉、うん、まってあるんですよ。あ、そう、はい、うん、あの500のLC と RCF。 はい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 、へえ、いや快適だわ。そうですね、ほんと快適、快適。ありがとうございました。はい、いいね、サイドブレーキ。あー、やっぱサイドブレーキだよ。サイドブレーキあるんですね。いやもう絶対サイドブレーキよ、車は、スポーツカーは。そうですよね。そう、いよいよ。さあ続いては特別企画最後になりますけども、はい、トヨタスープラ、はい、よろしくお願いします。なんか変なの1台いるんだけどいや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 、それノーマルでしょ。ノーマルですよ、うん、やっぱりチューニングカーとしてね、スープラ生まれてると思うんで、僕はもういじってきましたからまあまあまあ、先そのなんか何、ノーマルノーマルのノーマルバカにしてるだろう。いやだってあれ、そのカラーリングだけでしょ、なんかいじってあんの。いじってあるというか限定、抽選、限定抽選はないわ何もないじゃないですか。な、大人のシックな。あ、それじゃあやっぱり皆さんどんないじり方をしてるかっていうの気になると思ったんで、うん、気にならないと思うよ。え、今回の企画はスーパー GT 開幕戦を迎える、その3メーカーを見る。スーパー GT に関係ない人来てもね。いやいやいや、一番関係あるからね、僕のお父さんがスーパー GT の、ね、うん、GTA の社長なわけですから。同じ名前なの、名字は多分。いやいや、2人ともバンド出身って言ったらいいですけどいたじゃないですか、まあ、確かに、え、確かに世話になる。そうでしょ、はい、だからここの町田に、うん、ね、僕も呼ばれたのかなと思って今日ね、わざわざね、ロケ地ね、遠かったでしょ。町田遠い、原因これですいや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 、早く進めましょう、そちらの。ということで、ノーマル、特別企画、うん、まあ、あのトヨタ、日産、ホンダのスーパー GT で戦う車をご紹介、うん、ということで、まずはノーマル、うん、で、まあ、あのやんちゃ系な1台もありますからね、うん、チューニングするとこうなると、うん、そういうのもお見せしたいと思います、はい、まあ、格好からすると、うん、ノーマルはやっぱ大人、大人ですね、うん、大人な顔、はい、うん、あれはもうやんちゃ系な顔。あのノーマルなんですけど、ホイールは違うんですよ、これ。あ、ホイールね。これ僕がもう完全にプロデュースして、ウェッツさんと作った、あ、これ。11R ってホイールなんで。11R? はい。これあの、あれなんですよ。あの、GR ガレージでしか販売してないんです。あ、そう。はい。だからもうここだけはちょっと変えてます。これマサのは？これはもう、鍛造の、うん、もちろんウェッツさんの。スーパー GT と同じデザインの TC105X っていう。土屋さんちょっと投げてください。キャリパーにスープラって入ってるのに、これスープラって入ってない、これ偽物じゃないの。これパチモンなんだよ。パチモンじゃないから、本当はちょっと変えたかったんですけども、うん、ちょっとやっぱキャリパーはね、うん、なかなかもうブレーキ性能スープラいいと思うんで、うん、まあまだ今やっぱ足りないものが何かなっていうので、うん、チューニングを僕はやってますんで、まずエアロやってます。エアロ、うん、エアロシーウエスト、やんちゃ系、まあ、やっぱり、うん、つけるならカーボンと思いまして、うん、いやそれはそうでしょう、はい、で少しでもダウンホースが、うん、ただまあちょっとデザインがですね、ちょっとゴキブリみたいな感じになってますけども、うん、謝れ。何が
シーベストに。シーベストに。いやでも逆に言うとですよ、スープラのノーマルって、うん、車高ちょっと高い感じに見えるじゃないですか。見える見える見える。だからやっぱりチューニングカーと、うん、僕はチューニングカーだと思ってるんですよ、うん、ラグジュアリーカーじゃなくて。だから車高が少しでも低く見えるようにと思って、うんうん、でこんなにで HKS の車高値をつけてるんですけど、うんうん、で車高を低くしたらちょっとやっぱするようになってしまったんで、もうちょっと上げたいなって最近思ってるんですけどね。するんだ。はい。であとは、ライトをちょっとブラックスモークにしておりまして、うん、じゃ触んない触んない、あんま触んないで、あ触んないで、あ、はいじゃん。フィルムはいじゃん。ちょっとあのフィルムの違い、いや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 、そっちとこっちとで色ちょっと変えてある。いやいやいや、チューニングカーでやってる。ねえ何やってんのこれ。それ何？それ何？レースチップって言いまして、うん、まあブースト圧をこう上げれるんですよ、うん、なおかつスマホで、うん、連動してるの。そう、連動してるんで自分でエコモードとか、うん、いろいろこう設定ができるんですけど、これ10万円なんですけども、うん、約50馬力アップで。マジ？え、10万円で50馬力上がるの？はい、めっちゃいいじゃん。これ もともとドイツのエンジンじゃないですか、うん、でドイツではまあこれが主流と言ったら変なんですけど。あ、そう、はい、ドイツの車買う人はみんなそれつけるの？いや、チューニングする人も大体これつけてるんですよ、うん、でもだから今 AA91 って後期、うん、50馬力ぐらい上がってるじゃないですか、うん、まあ、もうそれと同じぐらいで、なおかつ下からバーって、うん、だから A91 にそれつけたらまたさらに上がる。さらに上がりますね。いいじゃん、うん、これつけようよ。つけましょうよ。ちょっとそれ外してくれる、うん、いやいや、やっぱですね、うん、まあ、僕だからどっちかっていうと今スーパー GT につけたいなと思ってるんですよね、僕の車。ね、なるほどね。これ少しでもやっぱつけて、うん、まあ、成績出るよね。うん、そうです、頑張ってますからね、うん。普段はだいたいこうアドバンネオーバーとかなんですけど、アドバンスポーツでやっぱここはですね、まあ逆に言うとグリップありすぎるよりも雨の日もまあ性能がいいという分で僕はこれ選びましたけど。枯れない、大丈夫。全然大丈夫。全然大丈夫。全然大丈夫ですよ。喜びすぎる。違う、僕が言うたのよりそっちの方が影響力ある。笑ってる方は絶対、もう絶対全然垂れないよ。いやいや、やっぱ街乗り、まあ、ラグジュアリーカーにも今ねベンツとか BM にもアドバンスポーツ。いやでも今ね、あのそうです、あの BM 純正でついてますからね。人気ありますもんね、はい、うーん。であとサイドステップも変えてます、うん、ああそうだね。サイドステップはあのマックスをリドって知ってます？ああ、聞いたことある。はい、あの人も元バンド、うんうんうん、はい、もうバンドばっかり。そう、最近バンドばっかり。やっぱスープラといったらイメージ、オリド学ぶのイメージ強かったんで、うん、やっぱちょっとオリドさんのところも。リドックスだね。はい、リドックス、はい、リドックス、うん、後ろは？後ろもですね、これはシーウエストなんですよ、うんうん、で、富士壺のマフラーが入ってて、80スープラっぽい、うん、リアウィングをアメリカから取り寄せまして、うん、あ、そう、はい、アメリカから取り寄せてんの、これ、はい、これ GT ウィングつけたんですよ、最初、うん、つけたの。はい、ただ GT ウィングをつけるとものすごいやっぱりですね、ダホースで、いやいやいや、雨が溜まるようになってしまって。雨が溜まる。はい、これあのスワンネックのやつをつけてたんですけど、うん、ちょっとやっぱりもともとこうなってて、うん、ウィングの角度によってはちょっと雨水が溜まりやすいと思って、うん、なるほどね。でやっぱりこう、うんうん、あんまり派手じゃなくてもいいかなと思って。派手だよ。穴開けてやめたらこういうことになるんですね。はい、あ、そうなんですよ、あのスープラのハッチは、うん、プラスチックなんですよ。プラスチックの、うん、だね、はい、だからもう穴開けたらもう二度と元に戻らなくなったんで今シール貼ってるんですけど。そういうこと。内装違うの？いや、内装は違いますよ。ブリッド、お、いいじゃん。はい、あ、いいじゃん。運転席はジータ4。お、あ、それと、それとですね、なんだこれ、え、なんかいいもの持ってるね。なんかサッカーボールみたいな。いやいやいや、サッカーボール、これ知ってます？まだですね、世の中に発売されてない、うん、土屋圭一レプリカヘルメット、うん、ミニチュア版です。めっちゃいいじゃん。多分入らないよそんな。これ入んないんですけども、やっぱり今までやっぱ土屋さんに例えばスーパー GT とかでサインもらう時って、うん、ARTA の車を持ってくる人がいると思うじゃないですか、うんうん、ただあの ARTA の車って土屋圭一って書いてないですよ、うんうん、ないない。だからやっぱ土屋さんに渡す時に、うん、サインね、サインをねもらうときに、いいね、F1 ドライバーとかインディーカーとかはもう結構当たり前になってて、日本はなかなかなくて、これ日本第1号なんですよ。いいね、すげえ。え、これいくら？これ6300円。安い。え、どこが作ったの？バンド紹介がですね。千年やないか。バンド紹介が、千年で。いや違いますよ。ちょっと待って、僕と土屋圭一の今回違います。バンド紹介がオートバックスさん並びにオールテックさん、はい、
土屋さんのパーソナルスポンサーに許可をちゃんといただいて、はい、で K1 プランニングとともに監修は土屋圭一ですから。おお素晴らしい。これはいい。でこれをですね、うん、やっぱり海外の86マニアの方、うん、やっぱなかなか今土屋さんのヘルメットって言っても手に入らないし、土屋さんが被ってるところって取材しかないと思うんで、うんうん、やっぱ土屋圭一マニアの方は、いやよくできてるこれ。それどうですか、レイン X とかって。僕も一個土屋さんからもらおう。いやいやもらうじゃん、買ってくださいこれ。いや逆にこれで土屋圭一さんので、あ俺も作りたいっていうドライバーがいっぱい増えてくればですね。お、ちゃんとオールテックも入ってある。そうですよ、サインくれっていうのいいよこれ。そうですよね、うん、土屋さんのパーソナルスポンサーも喜ぶじゃないですか、うん、ブリットさんとか、ね、ちょっと被ろうとしないでよ。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、ダメでしょ。ものすごくリアルですよ、うん、いやリアルですげえ。新井さんにも OK もらって。新井さんもこれはいい、これはいいよ、はい、いや内装は2シーターなんで、うん、もうここはあえて、あ2シーターだ、はい、そうなんですよ。もう自分好みって言ったら変ですけど、うん、後ろの人に気を使うことなく、まあね、フルバケもそうですし、うん、あ運転席はフルバケだ、はい、ジータ4、ねはい、室内はじゃあそうです、ブリッドだけですね、うんうん、はい、なるほどね、はい、あとはまあそんなには、まあ、あっちのノーマルに比べたらもうだってすでに100万円以上こちらの方がお金をかけてますし、馬力もですね、あっちよりかこちらの方がありますから。車は低くて速いのが偉いっていうのをお父さんに教わったんで。メインは11号の紹介だから、はい、あそうなんですか。お前おまけだから。えそうだ。僕は町田で、ね、たまたまマラソンしてたら2人のスーパースターが来てるっていうことで、すぐ駆けつこのマラソンした格好ですので、ね、そのまま駆けつけて。全然11号をさ、はい、紹介してないんですけど。いやいやもうでもスープラってこうやってね、あのチューニングして楽しんでもらう車ですから、うん、いいっすよ。そうね、うんうん、ああだって11号は何も中もやってないでしょ。はい、もうノーマルはノーマルでシックでいいじゃん。向こうはなんかさ、はい、まさのレーシーじゃん、はい、これはなんか大人のスープラって感じ。あとやったとするならば革を、うん、本革の革のシートに変えてるぐらいです、うん、まあそれもオプションで選べるんですけど、うん、あとはもう全部ノーマルですね。なるほどね。まあ大人はやっぱりさあんまりいじりたくないよね、うん、ね、はい、やっぱやんちゃ系だとああいうさこうエアロやって車庫帳入れてみたいのもいいけどさ、うん、これはこれでありだよね、ノーマルは、はいはい、僕なんかこれでもうエレガントに、うん、エレガントにな。ああでも確かに座り心地はそうそうっすね。いやブリッドもいいよ。そうですね、うん、あでもブリッドの方がいいっすよね。だってリクライニングできるからさ、はい、でホールド性も全然いいから、はいはい、そうですよ。やっぱ飛ばす時はやっぱりブリッドの方がいいよ。あでも11号は大人のスープラだから。ああなるほどね。これ3000回転以上あんまり回したことないですね。じゃあスープラじゃなくてもいいじゃん。いやでもそれはやっぱりスープラ乗ってたいんですよ。そう、はい、そうっすよね。スポーツカーにはやっぱり触れてたいんですね、うん、街中でも。なるほどね、はい、じゃあさ、うん、ノーマルから乗ってみよう。はい、ね、11号から行ってみたいと思います。はい、お願いします。こういう街中を走ってると、うん、ちょっと機敏すぎるかなって思う時もあるんですけど、うんうん、でもワインディングとかに行ったら必要以上にハンドルを切りたくなります、うん、なんかちょっとそのいわゆるセダンや SUV とは違う、うん、この車にの走りに差別化を求めてて、うん、フッてやった時にこうフッとこう反応する。うんうん、やっぱりホイールベースが短いせいかさ、うん、試乗会で乗った時にちょっとピーキーだなと思った。サーキットですよね。サーキット、うん、そうサーキットは特にそのピーキーさを感じると思います、うん。でもそこからね、イヤーモデルでどんどんね、剛性面とかね、うん、これ僕の91なんですけど、うん、その辺はね、だいぶ改善されましたですね。やっぱこういうスポーツカー、ポルシェとかもそうですけど、どんどん良くなっていくね、うん、毎年毎年こう変えていくところがあって、うん、まあその悪いところを変えるじゃなしに、味付けを変えていくみたいな、うんうん、あのパスタ出てきて、まずクリームで食べたから、うん、次にトマトにしようかとかね、そういうことだと思うんですよね。いやでもいいことだよ、ちょっとずつ味を変えてくって、うん、これ僕街中で乗ってたら今これ1200回転ぐらいなんですけど、うん、このぐらいでトルクもあるからおーっと3リッターターボだからそうだよね、トルクはあるよね、はい、でこの91になって馬力も、うん、380ぐらいまで上がったのかな。いやでも普段ってさそのくらいのパワーで十分だよ。十分っていうか使わないですよね、うんうん、まあ、乗り心地も NSX とあんま変わんないね。
今のね、うん、もうスポーツカーの定義が、あのただ単に硬いだけじゃなく、うん、なんかしなやかさとしっとりしてる、うん、しっとりを付け加わないと、うん、もう昔のスポーツカーはガチャガチャはもうほら仕方ないと、そうだね、うん、それをもう楽しめる人しか乗れないっていうのはちょっと違うかもしれませんね、うん、もうちょっと、おお、いい音だ。やっぱさ、フラット6だから、はい、滑らかだね、うん、いい音じゃん、はい、これでノーマル？ノーマルです。ノーマルでこういう切り替えあるんだ。これは雰囲気重要。ホントサーキットとかエンジン回すと、うん、降りてくるときにパパ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 パ、おお、いいね。やっぱ音が運転をこう誘うってあるじゃないですか、うん、楽しく誘う、うん、そこはねやっぱり味付けのことなんでしょうけど、うん、必要ですよね、うん、絶対必要、うん、だから昔なんか基本的にやっぱり音を聞きたいから、うん、性能よりも音を聞きたいからマフラーを変えるっていうようなことあるありましたよね、うん、あるだから僕若い頃の僕のチューニングって、うん、そんな上級者じゃなかったので、うん好きなホイールをつけて、うんうんうん、で車高をつらつらまで合わせて、うん、であのフロントにリップぐらいはつけて、うん、あとはもうマフラーそうだねを変える、うん、で必要以上にこう信号待ちするときにヒル&ドをやるわけじゃないですけど、うんうん、ブレーキ踏んでて、うん、クラッチ切って、うん、ニュートラル入れてブレーキ踏みながらアクセルをボンやりたい。ヒルアンドトーができなかった時代に。うん。なんかそんなやりましたですけどね。まあ、GT でもスープラ乗りましたですけど、あのスープラはまあ 3S ですしね。そうだよね、2リッターターボ。うん、あれはピーキーだったね。うん、もうね、あれですよ、辻谷さん。当時の、うん、僕が2001年からトヨタに接近してスープラ乗り始めたんですけど、うん、2001年の前までは、うんね、車 OTRD でねせっかく作ってね、うん、シェイクダウンって冬じゃないですか、うん、冬のテストをしてピットロードババ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 バって出て、うん、リミッター切って、うん、アクセルを踏んだ瞬間ウィンってってそのままクシャンと当たって前走になるとかね、うんうん、ありましたですよね。あった。あのいやもう下が全くなかったからさ、あの頃の80スープラの GTO は GTCO ピークでしたね。あれはやばかったよ本当に。僕も初めて SO スープラ開発者乗ったのかな、うん、ブレーキしたらリアロックするし、うんね、NSX よりもなんかもうカッシャ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 って言っててね、うんうん、なんか動きも多いし乗りにくいなとかって思ってましたけど、うん、そこから一緒に開発させてもらってどん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 手足になって、うん、であの頃ウィングカーやったんで、うんダウンホースも強かったんですよ。だからもう最後は結局乗りやすくなって、うん、2002年タイトル取れましたですけど、うん、2002年タイトル僕取らせてもらった時の最終戦土屋さん覚えてます？うん、なかった。いや土屋さんが2位走ってるんですよ。ああ、NSX、はい、僕ポールポジション取って、うん、でアキラスタートして、うん、スタートしてしばらくボロボロと抜いていかれて、うんで僕に代わって早めに追い上げていってる中で、うん、土屋さんの後ろまで来て3位で、うん、でもう僕はもうそのままチャンピオンなんですけど、うん、道上亮がファーストスラップを取りにわざわざピット入ってタイヤ交換して、うん、スタビまで変えてファーストスラップ取りに来て、うん、あったね。でその後、うん、もしそれでファーストラップ取られてたら、うん、あの残り5周ぐらいで無線が入って、うん、ファーストラップ取られてたら土屋さんを抜かないといけないって言われて、うん、土屋さんの後ろでずっといてて、で最終ラップテールトゥーノーズ行って、うん、で土屋さんは土屋さんでトップを走ってるのがチャンピオン争いしてる、うん、あのモービル INSX、うんうんね、松田杉雄で、うん、土屋さんも松田杉雄にどん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 追いついていってて、うんうん、で僕もあの土屋さんの後ろでずっと待ってるというか、うん、そこにいてて、うんうん、で最後も言われたらもう強引でも抜けに行けるところに行って、はあはあ、そしたら最終ラップのデグナーでオイルが出てて、はあ、土屋さんそれでもうオイルで横になって、はあ、でヘアピンで並んで、はあ、並んだままこのままコカンコカンと言いながらまっちゃん入っていって、はあ、めっちゃかっこいいじゃん。で結局ね次用の後ろですぐ土屋さんで僕でゴールして、はあ、でゴールしてちょっと待ってくれって言って道が見ればこのまま、はあ、あの発生取れなかったチャンピオンって言って、うん、S 字ぐらいまで来た時に、うん、出なかったはいチャンピオンおめでとうって言われたのがあって、それが始まるスープラのね僕の GT の
思い出ですけど。ドラマだね。そこにちゃんと土屋圭一さんがファンに対するドラマだね。物差しとしていていただいてですね。で僕がこうやってバーッと土屋さんをパッシングしながら追いかけるんですよ。うん、土屋さんなんかのホットバージョンかな、うん、のなんかでニックニコ笑いながら、うん、十一がパッシングして俺のこと追いかけてきやがるとかって言って。楽しかったですね。へえ。不思議な縁だよな。俺もデンソーサードスープラだったもんな。そうですよね、うん、今監督だもんな。土屋さんが乗ったサードを僕が監督してるんですよね、うん、ね。不思議な縁だよ。これも日本の宝だよな。途切れちゃいけない車だよ。スープラをこの時代ね、今100年に一度の自動車産業の大変革期って言われてて、環境問題でいろいろね、うん、イメーカーって言われてるこの時に、うん、このスープラを世の中に復活させたっていうことはものすごく大きくて、うん、そう、このスープラを復活させたんだから、こういうこともできるよね、こういうこともできるよね、こういうこともできるよねっていうので、うん、今ねトヨタの中結構ね、うん、熱が、あ、そう、はい、熱くなって、みんなでね、もっといい車作る、まあ、GR イヤリスもそうですけど、うんうん、そういう、なんだろうね、運転する人をこうワクワクさせるような車がどんどん増えてきてて、うん、もちろんね、このスープラには、ね、改善しない点も、うん、いけない点も、乗り味的にね、うん、好まれないこともあったりもしますし、他の車でもそうですけど、うん、でも、そこを一つ一つ乗り越えて、うん、車作りをしようとね、うちのボスがやってるから、うん、それはそれでね、こんな時代に恵まれた環境にいるなと思います。と思うなあ。やっぱ2030年まで自動車メーカーには悪あがきをしてもらいたいね、はい、それがまた後世に残っていくからね、うん、やっぱりね、車ってやっぱそういう車をどんどん作っとかないと、うん、その車はその車をその時にね乗る人だけじゃなく、うん、その先その車って絶対中古車になって、うん、中古車業界に流れるんですよね。そう、回り回ってちゃんとその時代で子供たちがね免許を取って、うん、車をね買う時に、うん、そこそこの安い金額で、うん、買える車になってるっていうのもやっぱこういうスポーツカーの使命やと僕は思うんですよね。いや、そう思うよ本当に。86もそう、スープラもそう、うん、ね、ヤリスもそうですけど、うん、もうボロボロになってくれてね、その時にはもう最新式の車があってね、うん、でそのボロボロになって車はね安くなってくれてね、そう、みんながね子供たちがね努力してバイトしてね買える値段になってくれて、うん、でその車で運転を学ぶんですよ、うん、だからあの自動車メーカーにやっぱこういう車はね憧れる、欲しくなる、そう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 、移動の手段でどれが便利だじゃなく、うん、やっぱ純粋に走りを楽しめる車っていうのは作り続けてほしいですね、うん、だからハイブリッドで残してほしいね、2030年以降は、はい、いやだからハイブリッドでもええし、水素、うんうん、水素でもいいよね、水素でも何でもいいですよ、もうとにかくね、うん、こういうスポーツドライビングを楽しむ車、うん、いやだって電気自動車だけになったらさ、じゃあ飛行機どうすんのね、うん、あとは輸送するトラック、バスどうすんのって、どうすんですかね、え、みんなが輸送だとかさ、うん、移動で使ってるわけじゃん、うん、それがじゃあ充電した時にさ30分の急速充電みんな待ってんのって、うん、そういう意味では水素はいいかもしれない、ね、うん、水素はいいと思うな。で電池ですよね、電池のあの辺の、うん、技術の向上にもよるでしょうけど、うん、まあ、水素可能性あるなと思う、と思う、そっちは楽しいです。さあ今回のカープライムいかがだったでしょうか、うん、ストリートワインディング GT 選手権、 GT 選手権ね、うん、ちょっと1台スーパー GT みたいなのいるけど、はい、やっぱさ、ノーマルはノーマルでいいんだよ、はい、ね、大人な感じで、うん、だからやっぱああいうので乗っちゃうと、うん、加速がグワッとくると、はい、チューニングがいいな、やっぱちっちゃいケイチ喜んじゃうだってさ、うん、50馬力アップしてるから、うん、やっぱトルクが違うわけよ、はい、で車高調入ってんだけど、あんなペタペタの車高なんだけど、だってもうツラですもんね、うんうん、割と乗り心地いいわけよ、うん、
だから今時の車高調ってなかなかね、うん、乗り心地もいいし見栄えもいいしっていう感じ。あのノーマルで乗られてる方々の中にはやっぱ車高落としたいけど、うん、落とすと乗り心地悪くなるんでしょっていう方々が、うん、昔の感覚でいると思うんですけど、ね、今ちょっとねパーツを選べばね車高は落ちて見栄えは良くなってその味そのままっていうのできますよね。ただやっぱりノーマルはストロークがあるからそこまではね、うん、やっぱこうちょっとした G がかかると、うん、ああ硬いなっていうのはあるよ、はあはあ、だからそこはもうしょうがない、うん、その見栄えを取るか、うん、しなやかな乗り心地を取るかは、うんはい、やっぱノーマルはノーマルで良さがあるし、うんやっぱチューニングカーはチューニングカーでこうなんかこうちょっとカットみたいな踏みたいなっていう車開けるか止めるかのみたいなもんじゃないですかね。あの洋服で言えば、まあそうかもしんないね。例え方がちょっとものすごくまずかったみたいなちょっと顔をされましたからこれはもうちょっとカットでよろしくお願いします。ハンドル持ってアクセルの足乗せた瞬間ちょっと笑顔になりますよね。あるこれはやっぱりね、あの未来の子供たちにもこれはやっぱ経験してもらいたいですね。残したいね、うん、やっぱ子供たちに乗ってほしいね、うん、2030年でそのカーボンニュートラルにはなるけどやっぱハイブリッドにしろ何にしろエンジンにしろ残っていくと思うんだよね、うん、でもその残ったものに対して子供たちが夢を与えられるからさやっぱそこは我々が大事にしていかなきゃいけないよね、うんうん、ということで、はい、スーパー GT 開幕しますけど、はいね、ライバル3車種どれも日本の宝です。宝ですね。それは言えると思います、はい、うん、開幕戦ねどうなるかこの3人のチームのどれが前でゴールするか、はい、まあ、多分僕でしょうね、まあ、一歩前行きましたですけどまあいいんじゃないの。じゃあ11とまさに職人 T シャツを着せようかなそうです、ね、いやいやもうあの 11T シャツを土屋さんにあの去年同様も着続けていただけるということでございますということで、はいね、開幕戦お楽しみに。カープライムでした。いいねを押してください。いいね、ね、で登録もしてくださいお願いします。登録いいね。さよなら。さよなら。